東京シティ競馬トゥインクルレース開催3日目メインレース11レースファンファーレが鳴りまして枠入り進んでいきます。今日のメインレースは重賞農林水産大臣賞典第54回東京杯 G2 伝統の短距離重賞3歳上の一戦距離1200m 9番のフランシスコ第5競争除外となりました。今年は14頭で争われます。 JRA から5頭北海道競馬から1頭遠征馬が参戦です。雨の中での決戦となりました今年の東京杯。1着馬には11月3日ここ大井競馬場で行われます JBC スプリントへの優先出走権が与えられます。ラプタス収まって枠入り完了。スタートしました。マテラスカイダッシュがつきません。マテラスカイは後方からレースを進めます。好ダッシュ8番のクルセイズスピリッツ抜け出して先頭に立ちました。2番手集団広がった体勢は3番のジャスティン、さらにはサイタスリーレッド、外からラプタス、2番手集団前を追っていきます。その後ろ2番カプリフレイバー、6番ヤマニンアンプリメ、中段少し前10番ブロンディーバ、13番のジョーラン、内を通って5番のブルドックボス、その後ろに7番のコバノキッキング、3コーナーのカーブ、あとは14番のサブノジュニア、内を通る12番のトロバオ、11番マテラスカイ、後ろから2投目です。1番マッチレスヒーロー最後方、前が飛ばしていきます。8番のクルセイズスピリッツ、15番のラプタス、その外に3番のジャスティン、直線に向きました。ラプタス、ジャスティン、この2頭が抜け出してまいりました。クルセイズスピリッツ3番手、4番手は離れました。追い上げてくるのが内目から5番のブルドックボス、ババの真ん中はコバのキッキング、今度は先頭3番のジャスティンに変わった。食い下がるラプタス、追い込んでくる、コバのキッキング、コバのキッキング追い込んでくる、先頭はジャスティン、ブルドックボス、コバのキッキング、しかしジャスティンゴリ、抜け出して3番ジャスティン押し切りました。春の東京スプリントに続いて秋同じ舞台で東京杯を制しました。そして JBC スプリントへ混戦から一歩抜け出した3番ジャスティン、第54回東京杯を制しました。昨年の JBC スプリントの1、2着ブルドックボス、コパノキッキング、足を伸ばしてジャスティンに迫りましたが、ブルドックボス2番手、5番のブルドックボス2番手、7番コバノキッキング、わずかに及ばず3番手かと思われます。前3頭広がった体勢も3番のジャスティン先頭に立って押し切りました。今日のコンビ、トサッケータキシュ、15番ラプタス4番手、そして14番のサブノジュニア、12番のトロバオと続いています。勝ちタイムは1分10秒8、4ハロン48秒1、3ハロン37秒フラットです。第54回東京杯制したのは3番のジャスティンです。それではレースの確定までお待ちください。